エアポートウォーク名古屋は愛知県西葛郡豊山町にある旧名古屋空港国際線ターミナルビルを再利用したユニーカ式会社が管理運営するモール型ショッピングセンターである1999年4月9日に開業し2005年2月16日に中部国際空港の開港に伴い閉鎖された旧名古屋空港国際線ターミナルビルを活用するため 名古屋空港ビルディングが設置主体となり、ユニー株式会社が開発主体となって竹中工務店が改装、建設したショッピングセンター。県営名古屋空港とは完全に分かれており、両施設が接する場所はフェンスで仕切られている。また、臨時駐車場の一部は、かつてのエプロンの一部である。SC 名称は、かつて空港ターミナルビルであった記憶を大切にすべきとのことから、 エアポートウォーク名古屋と名付けられた。建物は前後階層の店舗4階層で、南側の1階2階はアピタ名古屋空港店の売り場が占める。他の部分は専門店が占めるが、特徴的なのは3階西側のフードコートとアミューズメントパークでチェックインカウンターの名残を残したまま再利用し、4階部まで吹き抜けになっている。また、5階は空港ターミナルの名残でそのまま、 展望デッキのスカイラウンジスカイビューデッキとなっている。また、空港当時のオブジェとして、フライトスケジュールボードが残されている。南東側には、新置けされた建物にシネマコンプレックス、ミッドランドシネマ、名古屋空港が入居しており、2階南東側の連絡通路から往来できる。さらに、2017年に愛知県が隣接地に航空展示施設、 愛知航空ミュージアムを設け、2階北東側の連絡通路から往来できる。空港に近いという強みを生かし実機の展示、遊覧飛行等、航空の各種イベントを頻繁に行っており、当地でしか作れない独自色を前面に出した営業を行う一例として、インフォメーションのスタッフのユニフォームを飛行機の客室乗務員風にアレンジしている。以下の2つの胸があるが、 相乗効果とサービスを兼ねて、映画の半券、または全券で、ほとんどの飲食店で割引等の優待が受けられる。愛知航空ミュージアムの登場券でも割引が受けられる。例として、ミスタードーナツのドーナツが10個まで1個100円。回転寿司アブリーが5%オフ。ベーカリーレストランバケットが10%オフ。チェックインカウンターがあったフロアを再利用した。 ターミナルコート空港を模したサービスカウンターショッピングセンター棟は地上5階建て店舗面積は22,650平方メートルアピタ名古屋空港店の他に専門店が135店舗入居している以下はショッピングセンター棟の主要テナントである1階2階3階4階5階その他詳細はショップガイドを参照シネマ棟には映画館ミッドランドシネマ 名古屋空港が入居している。建物は3階だ。12の上映スクリーンを備え、座席数は1835席。詳細は、中日本工業ミッドランドシネマ、名古屋空港の港を参照。林線公園は、同施設敷地内にある公園、同施設設置者である、名古屋空港ビルディングとユニーが整備し、完成後の2008年10月7日に、 西春外郡と与山町に寄付された敷地面積は約2500平方メートル。鉄道バス路線航空アピタ名古屋空港店に関するカテゴリーありがとうございます。